って出てくるんだよ。あ、そういえば山の花もテントがあったね。ありますね、麓に。でも私物はさ、山の花から登ってもこっち降りない。そう、鳩町の方に降りてもらう、うん、ピストンはできないんだもんね、うん、ピストンこれからですか。いや、帰るところです、はい、あ、でも同じ。昨日ね、あ、一昨日は綾目平から来て、綾目平降りて、三原市に泊まって、で、今日は山の花に登ってきたんですよ。火打ちで死にました。死にました。三原市から登られる。あ、結構きついルートですよね。え、それで長栄振動。そう、長栄振動、うん、長くて顎が地面につきました長いですよね。長い、うん、でもこの人6回目。ああ、そうです。三原市からもう2回、三池からも2回、なでっくも1回、で今回。誰もいない。
何クロックス履かれたの？うん、まあ、履いたんじゃん。だって表に出てたもん。いや、なんか店中と思ったりすることがあるかな。だからクロックスはいつも危険なとは思ってるよ。うん、本当はクロックスじゃない方がいいと思うんだよね。いや、たまにあるね、店が臨時用になんかそういうなんか店用のみたいな悪気なんかやってるのかなっていうところもある。ちなみに今日シード倒せないから、あれだけど、リュックが壊れちゃう、がっつりして。